してる誰もが振り返る映画のヒロインみたいだな彼氏でもないのに僕は焼いてる曖昧な告白今も答え探していつもの調子で誰かのため笑ってる「じゃダメですか」「名前口にするだけでほらまた好きになってく」「なんですか君と二人きり」「頬に手を伸ばしこぼした」「ほらまた好きになってく」見つけた君に似合いそうなマフラー買って浮かれてた彼氏でもないのに僕がプレゼント期待はしてませんきっと嫌われちゃってるどこにもいなくてああやっぱり不釣り合いました名前口にするだけでほらまた好きになってくどうぞ同時に渡したマフラー笑ってたけどその手は震えて見えたあたりは静寂だ会話探してる選んでくれたのルンバありがとう君は僕のためだけにいるんだ今この場所にyou、cool.